新ブランドソノラのデビュー作、回して回して恋の道、僕の未来は恋と課金と、発売まであと5日です。黒い君、ゲーム本編と性格違わない？まあとにかく3色の耳が揃ってしまったけど、それについてはこれ以上触れずにカフストの紹介をしていくよ。ミミたちを無視しないでください。3人が揃うなんて珍しいんですから。残念だけど君たちの詳細はまだ秘密でね。というかガチャの中にはいつからいたんだい？てっきり出てこないと思ってたけど。もちろん最初のカウントダウンからいましたよ。どうしても出番が欲しかったですから。それで出てくるんだからすごいよね。あはは、クロウサちゃんちょっと困ってましたね。まさか私もこんな展開になるなんて思いませんでした。でもそのおかげでカフストのことが分かったかも。服装が違うキャラがいるなんて面白いじゃない。はい、ミミたちの衣装もかなりこだわっているので、ぜひ本編を楽しみにしててくださいね。あ、そっか、朝森さんはミミちゃんの中の人だったわね。自分の演じたキャラが登場するのって嬉しいんじゃない？ええ、一生懸命演技をさせていただいたので今からワクワクしてます。いいわね、そういうの。あ、そうだ、まだ時間もあるし、ミミちゃんの紹介とかアピールなんてどうかしら。見てる人もきっと喜んでくれるわよ。えへへ、そうですか。なら、ミミの声で何か喋るなんてどうでしょう。こんなシチュエーションでという要望があったら教えてください。え、いいのかしら。なんだか恐れ多いんだけど。いえ、そんなことありません。ミミたちのためなら朝森美月、一肌でも二肌でも脱ぎますから。その言葉あれ、北見先輩どうしてここに？美月ちゃんが脱いでくれると聞いて。違うわよ、協力するって意味だからね。実際に脱ぐわけじゃないから。いや、軽いジョークですよ。ちょっとお茶目に場を和ませようとしただけですから。というわけで美月ちゃんに頼みたいことがあるんだけど、お願いしていい？え、私何をさせられるのでしょう。